キングプリンスル。終了でキンプリファンの引き、コモゴモ VS 魂も大きな影響を受ける。ジャニーズグループ、キングプリンス以下、キンプリの冠無理番組、キングプリンスル。が突如として最終回を迎えることが発表されこれによりファンの間で様々な反応が巻き起こっています。 また、メンバーの脱退がすでに発表されていることが、別の番組にも大きな影響を与えているようです。本校では、キングプリンスルの終了とそれに伴うファンの反応そして脱退メンバーの別番組 VS 魂における影響に焦点を当ててみたいと思います。キングプリンスルの最終回宣告とファンの反応ジャニーズグループキングプリンス が出演していた冠番組、キングプリンスルが5月で最終回を迎えることが急遽発表されこれによりファンからは喜びや悲しみ様々な声が寄せられています。4月15日の放送で最終回が5月13日に迎えられ、最後の2時間スペシャルが20日に放送されることが明かされました。この突然の最終回宣告に対して、 ファンの感情は複雑です。一部のファンは、最終回がゴールデンで放送されることに喜びを感じつつも、残りの二人で続くと思ったのに、といった悲痛な声も見受けられます。一方で、やっぱり終わっちゃうんだ。特番は嬉しいけど、やっぱり悲しみが強い、終わるのは寂しいけど、正直これで良かったのかも、といった声もあり、終了に賛否両論が渦巻いています。 ネット上には、やっぱりキンプル派5人じゃないとダメだし、涙、言い方悪くなっちゃうけど、2人じゃ無理だよね。5人のバランスが絶妙だから面白かったし、といったコメントが見受けられ、特にメンバー構成の変化が番組の魅力に影響を与えていたことが伺えます。 ファンの反応、喜びと悲しみが入り込んじるファンの反応は、喜びと悲しみが入り込んじるものとなっています。最終回がゴールデンで放送されることによる期待感や、番組の内容への愛着から来る喜びと同時に、メンバー構成の変化に対する悲しみや寂しさも現れています。 これは、ファンが番組を通じて結びついてきたメンバーたちとの別れを迎えることに対する複雑な心情が背後にあることを示唆しています。キンプリメンバー脱退の余波が別番組にも、昨年11月頃、平野紫耀、岸ユ太、神宮寺ユ太がキンプリから脱退したという報道がありましたが、その際には、キングプリンスルは継続されるとの報道もありました。 しかし、現実には番組の終了が発表され、これに対して一部のファンからは怒りの声も上がっています。これは、最初に報じられた情報と異なり、番組は、脱退メンバーなしでの継続が難しい状況にあることを示しています。芸能ライターの見解では、残された二人だけでの番組続行は、難しかったと考えるべきなのでしょう。と指摘されています。 これはメンバー構成が番組の魅力の一部であり、それが崩れることで番組の持つバランスが大きく揺れる可能性があるためです。VS 魂の影響、腐れ替えの噂キンプリメンバーの脱退が別のジャニーズメンバーが出演する番組にも波及しているようです。岸優太が出演している VS 魂フジテレビ系。 では、5月にジャニーズメンバーの塞いれ会が噂されています。この噂は番組自体の視聴率が低いことや番組を新たな刺激で活性化させるためのテコ入れの一環として伝えられています。VS 魂は視聴率が低くテコ入れ自体に今更感も、騎士はザ・鉄腕・ダッシュにも出演していますが、 こちらは特に彼に関する噂は出ていません、と芸能ライターが述べています。シユータの出演がメインの番組である VS 魂が塞いれ替えの対象とされることで、キンプリメンバーの脱退が彼の活動にも影響を及ぼしていることが伺えます。キンプリの未来とファンへのメッセージ、キングプリンスル。 の終了と VS 魂での塞い入れ替えの噂を受けて、金プリの未来に対する憂慮の声が広がっています。残されたメンバーでの番組続行が難しい状況にあり、他の番組への影響も出ていることが指摘されています。一方で、ファンの中には、終わりは新しい始まり、といった前向きな声も聞かれます。 最終回を迎える前に番組やメンバーがファンに感謝の意を示す場面が設けられる可能性も考えられます。また、これをきっかけに新たなプロジェクトや活動が展開される可能性もあります。キンプリとそのメンバーが、これからも多くのファンに愛される存在であり続けることを期待してやみません。